とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー完全攻略やっていこうと思います。1階が若干難しいです。ポーションバリア入れておいてください。じゃないと、結構きつい。とにかく、クリーパーが出るんですよ。で、エンチャンターを、まず倒すようにしましょう。エンチャンターが、3体います。こいつらをなんとかしないとちょっとね難しいので、まずはエンチャンターから倒すようにねやっていってください。 OK、 まあ、最初のクリーパーとエンチャンター、あれをしのげれば全然大丈夫と思います。 OK、 でこっちジオマンサーいるんだけども、まあ、そこまで脅威ではないですね。よし、終わり。一回クリア。で、ここでホルン取っていってください。ホルンが意外と役に立ちます。今シーズン結構おすすめですね。ホルンがあると、まあ、敵を飛ばすのはまあ飛ばすんだけども、それプラス敵がね鈍速になるのよ。遅くなる。それがねめちゃくちゃいい。攻撃速度とかも遅くなるんで、強力な敵が出てきた時にすごく戦いやすくなりますし、最使用時間もねかなり短めなんでいいですよね、ホルンって。よし。で、今シーズンはまあボスは若干面倒なね、ガーディアンも出るけども、まあそれ以外はサクッと倒せますかね。ここは何もいりません。いきましょう。で、エンチャント別に入れなくていいと思います。ポーションバリアは、まあ、1で今のところ十分ですかね。わお、いつもはね結構上に巻くんだけども、まあ、今回はそこそこっていう感じかな。若干巻きます。よいしょ。で、あとはここでおしまいですね。はい。いや、まだいた。3回クリアです。ここでパワーシェイカーですね、取っていきましょう。ここかなりクリーパー出るので、パワーシェイカーと、ホルンをうまいこと使って戦っていくといいと思います。ホルンがね意外といい感じなんですよね。痛い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 。はい、よっしゃ、ナイス。よし。で、おしまいかな。4回クリアです。ここでクレイモア取っていってください。で、クレイモアにエイリを2ぐらい入れとけば大丈夫でしょう。普通の剣でいくとちょっとね敵が強いんよ。なので、よっしゃ、クレイモアを取っていきたいところです。ここは多いからね。でもこういうところで結構このホルンが役に立ちます。よし。はい、終わりかな。今回終了。ここは何もいりません。で、6体も特に問題はないですね。サクッとクリアできていくと思います。いったいった。よし。あ、いた。あと1体。おっしゃ。
ではパワーシェイカーを入れて取っていきます。でここは上にも特に敵は多くないので問題はないですかね。よし、終わり。もう一回終了です。今回ね結構ね防具を悩んだ。防具がね結構いいのがあるんですよ。何を取るか悩むんですけど、でここはビーハイブですね。ビーハイブ間違いない。エンチャントに浮き玉3を入れておいてください。耐久力もあって蜂も召喚して、でさらに雪玉もついてる。これめちゃくちゃいいんですよ。よし、よいしょ、あっちは任せていいかな。 OK、 終わり。いやまだいたんかい。よいしょ、7回収です。ここはドラですね。ドラは絶対必要で、ここクリーパーが最初結構出ますので、クリーパー注意です。よし、 OK。 でも最初のこのラッシュが終わってしまえば特に難しくもないですね。もっと最初だけ注意するのは、うん、ほんと敵がバーって出るんで、そこだけは注意しちゃってください。で、上の方も、まあ若干敵いますけども、少ないので、すぐ終わりますかね。危ない!よし。よし。OK。終わり。で8回終了。次に行きましょう。ボーンクラブですね。でボーンクラブエンチャント入れましょう。雷2の働き鉢1です。でここ問題ないです。サクッと終わると思います。 OK。あと1回湧きか。おいおい、まだあったいや意外とあった。よっしゃ、9回クリア。ここで愛のメダルですね。愛のメダルとホルンを変えていきます。でちょっとエンチャントの場所移動をしますね。ミスって使うことがあるんでね。でここでボーンクラブをパワーアップしましょう。で持ってボスですね。ボスは、プレステ版は下から、スイッチ版は多分上からだと思います。あ、ドラとパワーシェイカーを持っていけば全然余裕だと思います。おいた、いった。このガストが落ちてくる、真下にいればダメージは受けません。うん、まあ、そういう戦い方もあります。 OK、 OK、 まあ、若干ね時間はかっちゃいますよ。ここは仕方ない。で OK、 続けクリアです。ここは何もいりません。よし、 OK、 一気に倒したら気持ちがいい。でここ結構なんかネクロとかクリーパー出やすいかなと思ったんですけども、出なかった。今シーズンのここは楽勝です。
まあ、いつも意外と楽勝なんですけどね。 OK、 はいはいはい。なんかこれ時間差なんだよな、うん、全員倒したかどうかがちょっと分かりにくい。でここでね、スノーを着ていきます。ビーハイブも強いんだけども、もう HP も若干低くなってるんで、もうスノーでいいかなと思います。で帯電をつけてください。あとはいりません。でスノーはあの凍結耐性が一応ついてるんで、ちょっと役に立つと思う。うん、若干なりともやっぱ違う。 OK、 いけないよりも全然マシだと思うんで。 OK、 いいな。でも凍結うっとうしいもんね、凍結食らうと。よし、はい、終わり。楽勝ですね。んでここでコグクロスボウ取っていきましょう。でコグにエンチャントでボーナスショットとマルチですね。1日ぐらいで構いません。そんぐらいで OK、まあ、とりあえずつけてるぐらいの感じで大丈夫です。でここも特に問題はないでしょう。しゃ、 OK、 いけ。扉が閉まってる間に、よし、愛のメダルとか使ってあげると、まあ、いい感じに敵を減らしてくれるんでいいですよね。よいしょ、終わり。14回終了で、ここは何もいりません。で早めの商人が来ますもんね。でここでボーンクラブです。ボーンクラブをパワーアップさせてあげましょう。で次ここでね、ボーンクラブを上げるかどうかによって結構違うんだよ。でね、パワーがだいぶ高いボーンクラブを持ってるっていうのはすごく強い。ん、下に行った？あ、行ってないね。びっくりした。16回終了。ここ何もいりません。ちょっとここ探すのが時間かかるんで飛ばしますね。正解を出した後から行きます。ここはほんと時間かかる。はい、時間かかった。あとは上に4体ぐらいいておしまいですかね。はい、愛のメダルで17回終了。ここはちょっとめんどくさかったですね。ここ何もいりません。でボスでーす。手前からね、釣竿カトラスとか持っていけば楽勝なんだけども、まあ、釣竿今回使いません。いぞ、よっしゃ。まあね、武器のパワーが高いんで全く問題なく倒せると思います。 OK、このターンでは無理だね。この次のターンぐらいで倒しますね。 OK、 お、いけるか。あ、無理か。ちょっと足らんかった。多分ね、あのコグクロスボウのマルチショットがどれぐらい発動するかによって変わってくるんだよね。今のは多分マルチショットがそんなに発動してなかったと思います。はい、次でおしまい。終わり。18終了。
ここも何もいりません。どんどん行きましょう。よし、もうちょっとね、めんどくさいね。エンチャンターが出てくるとこってめんどくさいですよね。よし、 OK。 でも下は愛のメダルで一気に行きます。ちょいちょい使っとけ。よっしゃ。 あシュルカーがね、そういうことか。はい、でここでパワーシェイカー欲しいんだけども、スケールメールを取ります。パワーシェイカーも強いよ、強いんだけども、もうスケールメールで今回は行かせてください。エンチャントクールダウン、そしてタンブルビーにトゲですね。あー、もう全てか。とにかくこれエンチャントが素晴らしいのよ、このスケール。ぜひ取ってください。でもね、クールダウンがいいの。もう愛のメダルはね、クールダウンとの相性がもう本当にいい。よし、いいんじゃないですか。愛のメダルで一気にいきます。でパワーシーカーはね、ちょっともう弱くなってるんで、この途中で変えます。おっと、20回終了で何もいりません。あ、でここがね、ちょっとめんどい、敵が多いのよ。でも愛のメダルがあるとかなり楽です。 OK。 あー、ミスった。あんま良くなかったな。よし、ほんとここの敵の数はね、脅威。よし、あ、上にも行ったけど、まあいいか、大丈夫ね。上にも行きましたけども、まあまあまあ大丈夫でしょう。 OK。 いや、意外と、いや大丈夫ね。あれ、ああそうか、上か。そんなところ。よし、嫌なやつで、ここいりません。どんどん行きましょう。でエンチャントはもう別に入れなくても大丈夫かなと思います。うん、そんな変わんないんだよね。あ、ミスった。うわ、完全にミスったわ。使うボタン間違えた。うん、ここミスるとこうなるんだよな。 OK。 完全にミスった。よし、タンブルビーでね、ここはやっていきたいところ。終わり。いや、アーティファクトミスはね、なかなかね、致命的なダメージにつながる。いりません。次。よし、どんどん行こうか。ここサクッと行っちゃいましょう。はい、オッケー。でここもね、結構来るのよ、クリーパーが。よし、まあでもハチたちをね先行してあげればある程度楽になるかな。うん、ほんと急にね、反対側からクリーパーが走ってきたりするんで、まあ一応注意してください。よし、 OK。 で、あと上ですね。よし、お、いいね。まあまあそんな矢はいらんけど、
意外と出てきてくれた。はい、3回クリアです。でここでね、アップドラフトとパワーシェイカー変えていきましょう。もう使えないんで。でもって雷 3入れてなかったわ。2のままだった。最後骨コンボです。エンチャントちゃんと入ってるかチェックはしておいてください。今みたいなミスがあります。んでもって25回、ここね、倒してから下に行ってもいいと思います。このガーディアンがね、うっとうしいのよ。ものすげえうっとうしい。だから今ね、倒してから行ってます。おいおいおい、ちょっと暗いすぎやろ。 OK、 もういいかな。もう行っても多分大丈夫でしょう。おお、危ねえ。ある程度ね、減らしてあげないと。ちょっと戻ってからが大変だったので減らすようにしてます。ちょっと待って、エンチャント何ついてる？黄金。ああ、凶暴化か。なるほどね。よし、 OK、 いいじゃないですか。よし、行け出しよう。25回終了。何もいりません。でラスト26回、雑魚戦のラストね。ここ楽勝です。もうほんとすぐ終わる。はい、どんどん行こう。はい、これで終わりじゃないっけ。あ、いや、もう一回か。さすがに短すぎたか。はい、26回。まあ、箱あるんですけども、もう十分なんで取りません。ここもいりませんね。行きましょう。でエンチャント思いっきり余ってます。弓をね、まあ、強化してあげればいいんではないでしょうか。はい、でここでめんどくさいんですよ。まあ、とにかく伸びからやった方がいいと思います。本当にね、この伸びが惜しいのよ。で伸びさえ倒してしまえばね、あとは雑魚です。 OK、 でやっぱりちょっと待って、やられた。ちょっとやられた。まあまあ、次はしっかりやります。急がなければいけるんだよ。もう急がなければね。ちょっと急ぎすぎた。危ねえ。 OK、敵の火力が高いんでね、そこはまあまあ注意はしてたんだけど、意外と敵の範囲の中に入ってた。おーおー、ちょっと待って待って、あと一発だったらやられるぞ。ちょっと弓でいきましょうか。いけ。あ、終わり。意外と火力思った以上に高かったな。まあいらないですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。